こんばんは。はい、高岡香織です。よろしくお願いします。はい、今回もショールームをやっていきます。まあ、今日はね、告知していた通り、なんだっけ、ちょっと待って、なんだっけ、今回は告知していた通り、5月の22日から26日まであった探偵物語の話をしていきます。その前に前髪を切りました。イエーイ。探偵物語が終わったんで、もう私はね、前髪を切りました。そう、探偵物語の時はね、前髪伸ばしておいた方が何かとセットが楽だったんだけど、もうすぐにね、終わったんで、すぐに切りました。はい。ちょっとね、一瞬いなくなるけど、すぐ戻ってくるからね。あとちょっとね、左右を継ぐわ。今日はお供に左右があります。よいしょ。ちょっと待ってね、もうちょっとだから。よいしょ、戻りました。ということで、先ほども話したんですけども、5月の22日から26日まで六本木の俳優座劇場にて探偵物語が上演されておりました。そしてそちらが無事に終わりました。はい、見に来てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。毎回ね、こういう振り返り配信になるとさ、何話したらいいかね、何話したらいいか分かんないじゃない、何から話せばいいか全然分かんないからさ、振り返りマジで下手だからさ、もうどうすればいいかね、分かんない時あるんですけど。はい、 ありがとうございます。皆さん嬉しい。そう、まあ今回はね、もう私いわゆる会話劇っていうんですか、もう人の会話だけです。会話だけでって言ったらちょっと変なんですけど、で進む、まあいわゆるストレートのお芝居っていうのがもうほぼ初めてだったんですよ。一度ね、2月にあった舞台それぞれのためのもう、あれもストレートのお芝居、まあそれはゲスト出演っていう形ではあったんだけど、なんかこういう、まあもうキャストゲストとかじゃなくても普通に作品にキャストとして出るみたいな、まあ、感じ、まあちょっとそのゲスト出演のやつはちょっと一回置いといてってなったら、まあもう初めてだったので、そうね、すごく緊張したんですけど、そうで、しかも初の海外戯曲の作品で、でもなんかそういう方はね、何人かいらっしゃったみたいなんですけど、そう、まあ緊張しましたね、やっぱりすごく。やっぱり、まあ、今回キャストさんも多いんですけど、結構先輩のベテランの方が多いの でそんな中で私、まあ一番一応年下だし、まあそのお芝居の経験もまだまだこれからなんですっていう感じなので、ハワハワしながらハワハワって変ですけど、本当にマジで緊張しすぎて、しかも知ってる方、これまで共演したことある、共演この方と共演したことあってとか、お会いしたことはあってみたいな方が一人もいない状態だったので、わあどうしようって思いながら、私は結構ちょっとね、人見知りするから、もうね、もうカッチコチになってたんですけど、
スーザン必死でけなげで可愛かったです、ありがとうございます、嬉しい。髪型はポンパドールだったの？ポンパドールがごめんちょっとあんまりちゃんと分かってないんだけど、ポンパドールってなんだ。あの髪型はあの内巻きにして、で前髪はねなんだ、前髪はビジュアル撮影の時の前髪っぽくした、まあちょっと分け目をいつもと変えて、でまあもうほぼ前髪こっちに持ってったけど、まあ、前髪とこっちの横で使ってちょっとねじってやって、なんか私はあの YouTube でフィンガーウェーブっていう髪型を調べて、まあそれをちょっと参考に頑張ってみたっていう感じですね。そうそう、ちょっとポンパドール調べてみよう、ちょっと待って、よっこらせ、よいしょ、パドール、てか暑いんだよね。でもなんか除湿入れるのはまだちょっと早いような気がするんだよねってなるから。ポンパドールはどのような髪型ですか？あー、ポンパドールじゃないですね。はい、まあ別にオリジナルってわけでもないんだけどね、あれはもうだってビジュアルの時のビジュアルの時とやり方は一緒、やり方っていうのかな、まあ一緒なんだけど違うのは技術です。私は慣れてないのと、まああと、まあ、やっぱ崩れるのが一番嫌だったのね、まあ、ピンで止めたりなんなりしてやりました。後ろにはねやってない、もうこっちに流したも違うけどっていう感じです。まあおでこガン見せでできましたね。はい、あ、まあ、湿度は高いよ、だからちょっと髪の毛もねストレートしたけどね、ボサボサになっちゃったんだ。そうで、まああの、まあ、スーザンのね話をしていこうと思うんだけどさ、あのまあ多分ちょっと探偵物語見れなかったっていう方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、探偵物語って言っても探偵は一人も出てこなくて、まあ主に出てくるのは刑事なんですよ。で、まあ、舞台はニューヨークの21文書なんですね。で、まあ私が演じたスーザン・カーマイケルっていう女の子はその21文書に訪れる宿女なんです。ん？女の子って言っちゃったけど、あの21文書に訪れる子なんだけど、っていうのもなんでその警察に行ったのかっていう、まあ21文書って警察なんだけど、警察に行ったのかっていうと、まあ、スーザンの、まあ、いわゆる好きな人が警察に捕まって、でそれでそれを知って連絡が入ってきて、スーザンの元に連絡が入ってきて、まあ、スーザンがね慌てて、まあ、警察まで行ったっていうことなんですけども、そうそう。でまあその思い人アーサーはね、あの自分が働いてるとこのお店のお金を盗んで、あのまあちょっと使ってしまって、でそれで逮捕されて、でまあスーザンは、まあ、アーサーのことが好きなんですよ。でしかもまあ幼なじみなんだけど、その上あのスーザンのお姉ちゃんとあのアーサーが付き合ってたんですよ。だからちょっとねまたちょっとねなんかちょっと複雑よね、ちょっと複雑な感じなんですけども、あのそうはいなんですけども、まあスーザンはなんとかしてアーサーを助けたいって思って、まあそのアーサーが盗んだお金480ドルをなんとかかき集めようと頑張ったり、とりあえず少しでも返そうって思ってお金を持って警察署に行って、警察のとこに行ってお金を返そうとしたりとか、まあしかもちょうどそのアーサーの雇い主が来てたので、まあ、告訴を取り下げてもらえるように頑張ったりとかいろいろするんです。スーザンはアーサーのためにそういう女の子なんですけども、女の子、宿女なんですけれども、まあそうね、今回まあ宿女っていう役だったんですけども、またね
これまでの役とは全然違ってる感じで、なんかすごく難しかったんですよ。そう、なんて言うんだろうか、まあ、結構演出の方に言われたのは、まあそうアーサーのために、まあ、動くんだけど、まあ、常に言ってたらあれなんだけど、まあ、もう冷静にもう行動するというか、冷静に物発言するとかで、まあ、ちょっとやっぱアーサーのことになってちょっと取り乱すのは全然あるんだけど、基本的には冷静っていう風に言われたんですよ。で、私はね、これまでそのなんか冷静っていうか、まあ淑女じゃないですか、いわゆる。だからさ、すごいなんか声を荒げて喋るとかでもないじゃないですか。でも私はどっちかっていうと、もう思いを全部パンパンパンってストレートに伝えるような役がちょっと多かったんですよ。だからそのこれまでの自分とは、自分じゃない、これまで自分が演じさせていただいた役とはまた全然違う役どころでして、正直もうね、全然分かんなかったんで、分かんなかったじゃないの、なんか全然うまくいかないなって思って、そう、でもただ別におとなしく、おとなしくしているとかでも絶対にないし、ただあのついついなんか気持ち入ったりとかして、なんか声がする鋭くなるって言ったらまた違うんだけど、まあ怒鳴るとはまた違うんだけどさ、っていう風になっちゃいそうだし、でもなんかっていうなんかバランスとかがすごい難しいなって思って、そう、映画もね見てみたりしたんですけど、見てみたり映画も見たんですよ、探偵物語の映画。もうなんかね、ビジュアルからあれって思って、うん、あの本当に映画のスーザンめっちゃ美しいし素敵だし可愛いし、もうね、あすごい、これが淑女かって思ったんですけど、どうしようみたいな。ルンバお嬢様だから素でいけそうな気がしてた。あ、そんなことないです、全然お嬢様じゃないもんだって。そうだからね、もう余計悩んじゃって、そう、まあ、ちょっとだけちょっとだけ参考にしてみようみたいな感じで見たら、あーやっぱどうしよっかなーみたいな感じで、そう、それにさ、今回はその、まあ、スーザンはアーサーのことがすごく好きなわけじゃないですか。でもまあお姉ちゃんがいるからっていう、でもなんかそのやっぱりスーザンがもう思いが溢れてもうアーサーに言っちゃうんですよ。あの恋をするならなぜ私じゃいけなかったのかしら、あそこも普通に難しくって、そう、めっちゃ難しくって、あそこもすごく悩みました。まあでもやっぱり一番大事なのはもうアーサーのためにっていうのがスーザンの中では一番なので、それだけは忘れずに、まあ、アーサーのために一生懸命頑張ろうと思って、まあちょっとまあ、動きもねちょっと気をつけないと、なんか気をつけないとすぐになんかね、ちょっといつも通りの動きになっちゃいそうだし、まあ、そこら辺はね気をつけたんですけども、そう
今回本当に今までと全然違う役どころだったから、まあすごく悩みましたね。本当に難しかったんだけど、まあでも本当にもういろんな方がアドバイスしてくださって、そうなんとかやってこれました、なんとかやってこれましたって言ったら変なんですけど、まあ、今回まあ外国人だったからなんかね、その言われてはっと思ったことが、結構その普段まあ私は一応日本人なんで、普段なんか何気なくやってるようなこともなんか外国人だったら普段はもう絶対にやんないみたいな、例えばさなんかお辞儀おじ、まあ、例えばって言ったら変なんだけど、なんか会釈ってあるじゃないですか。でもそれってなんかあんまり外国人はしないのかなって思って、しないのかなっていうか、まあそういう普段何気なくやってることが外国人だったらもうやんないようなことっていうのがいっぱいあるから、なんかそれ気をつけなきゃって思ったのと、あなんて言うんでしょうね、あとあのなんて言うんだろう、ちょっとあのねあのねとか言っちゃったんだけど、なんかほらそのまあいわゆる恋愛に おいてですね、あのまあなんかまあそのまあ恋愛においてとは違います、ちょっと変かもしれないけど、なんかそのまあ日本人なん違うな、なんて言えばいいのかな、うまく言葉にできないんですけど、あなんて言うんだろう、なんかこれ恥ずかしがるのって多分外国人にとっては全然恥ずかしいことじゃないって言ったら変ですけど、まあ例えばさそのまああるじゃない あるじゃないって言ったら、なんか挨拶でハグするとかあるじゃないですか。まあ実際スーザンそんなことしないんですけど、あの舞台で一回もやんないんだけどね。でも日本ではそういう習慣がないから、なハグするのもちょっとあ照れちゃうみたいな感じとかあるけど、なんかたたまにお芝居やっててこの照れってなんかスーザンとしての照れっていうよりかは日本人である高岡薫の照れだなって思う時とかたまにあるから、なんかそれもねすごく難しかったかな。そうそう、でもなんか私はなんか変にお辞儀しないようにしようって思った、結構それは一番に考えた、なんかあなんか言わないけどなんかこうやってやるみたいなとかあるじゃないですか。でもなんかあ待てよみたいな、お辞儀はしないなみたいな、ちょっとそれは意識したかも。そうそろそろ鞘飲めるかな。あ、飲める。でも本当今回に関してはあのすごくもういろんな方に助けていただいて、完全におんぶに抱っこ状態だったと思うんですよね。そう本当にあのしかも今回初めて1ヶ月に2本舞台やらせていただいて、で結構私2つのことを同時進行するのめっちゃ苦手なタイプだから、もうこれが終わってこれに集中しようみたいな感じでやってたんだけど、いやだから本当に余計にもうねバーってなってはいたんですけども、そう
でもやっぱりさっきも言ったんだけど、もう一番はもうアーサーのためにっていうのを本当一番に考えてやりました。うん、まあ、それが一番大事だからスーザンにとって、なんかたとえちょっと声が荒くなっちゃったりとか、まあ、なんかちょっと日本人っぽいことしちゃったりとか、ちょっと淑女らしからぬこととかやっちゃったりしても、それだけは絶対にもうあのなんて言うんだ、それだけはもう絶対に、その気持ちだけは絶対に忘れないじゃないけど、もう全てはアーサーのためにっていうのを一番に考えました。そう、アーサーへの一途の思いは伝わりまくりました。それは良かったですそれは良かった。でもあと基本的にね、なんか私ゲネの写真、あの制作さんからいただいてデータ見てたんですけど、まあ、基本的に私ずっとなんか笑顔が一枚もないなって思ったけど、よくよく考えれば、あ、笑顔になってることあんまなかったなって思って、まあそりゃそうだって思ったんですけど、あと個人的にね、難しいなって思ったのが、個人的に難しいなって思ったのが、なんで2回言ったんだろう、ほらそのあプリチェットさん、まあ、アーサーの雇い主が、まあ、告訴を取り下げることにしましたって、まあ、そのアーサーの事件を担当してるマクラウドに言いに行くんですけど、まあ、マクラウドはなんでそんなことするんですかみたいな感じの態度を取るわけな、態度を取るって言ったら変なんですけど、もうマクラウドはそんなところで許したってあいつは絶対にまたやるんだって思ってるので、思ってるタイプなので、まあ、ちょっとそこでちょっとバチバチってなるんですよ。いや私はあの子を許そうと思うんですって、そう、なんかあの子の告訴を取り下げることにしましたって、また徹底的におやりになるんだと思ってましたみたいな、そのあの子にもう一度チャンスをあげようと思うんですみたいな、また盗みをするチャンスをみたいな感じでちょっと言い合いするんですけど、そこが結構難しくって、なんかスーザンとしてどこまで顔に出していいのかな、まあ顔には全然出ていいんだけど、味も気緩んだらさ、なんかすごい顔しちゃいそうだから、なんかそこだけ、そこがちょっとだ、あそこ結構難しかった。あ、プリチェットさんやっぱお優しいっていうか、プリチェットさんありがとうございますっていう気持ちと、マクラウドがまたなんか言うから、あーっていう気持ちが、なんか結構そこの感情が忙しいから、あそこもちょっとね個人的に難しかったかなって思いますね。そう、はあ、あとあんまり子供になりすぎないようにとかもちょっと思ったかな。まあ難しいんだけどね、ほんとそこって、そう、私は決して大人っぽい人間ではないから、でもまあ淑女だし、そこはね、そこもちょっと難しいなって思いつつ、でも、まあちょっと意識するけど、なんかあんまり意識しすぎるってことはなかったかな。あくまでも私のできる淑女って言ったらまた変、淑女っていうよりかは、まあちょっとだけ意識はするよみたいな感じでやりましたね。大丈夫かな、なんか内容薄っぺらすぎない、そんなことない、ごめんなさい本当に、本当私皆さんのコメントと質問でいつも振り返りしちゃってるから、もしよかったらね、なんかコメントとか、こっちですか、
質問とかもしよかったら知っていただけると嬉しいです。でもあれだな、その公演重ねていくたびに、あのそのアーサーとスーザンがちょっといい感じになるシーンあるじゃないですか。あそこで、あのまあ犯罪者のチャーリーっていう男がちゃちゃ入れてくるじゃないですか。あそこでちょっとずつ客席から笑い声が聞こえ始めたのが私にとっては結構ちょっと意外だったんですよ。まあでもそれはもう本当チャーリーがもういい感じにチャチャを入れるから、なんかそれでちょっと笑うっていう感じなのかなと思ったけど、まあそういう時、まあスーザン自体は別にね、なんか笑いの感情とかないからだと思うんだよね。あれがちょっとね最初意外だった。ああ笑い声みたいな。そう、誰も気になってると思いますが、終盤ずっと朝と何してたの？終盤何してた？何してた？どこのことだ？あれ？本当に一番最後ってこと？あ、初回から出てました？あ、そうなんだ。私なんか認識し始めたのが3回目ぐらいだったんですよ。そうそうそう。そう。そっか、そう、私が認識し始めたのが3回目ぐらい。なんで2回言っちゃったんだろう。3回目ぐらいでした。何してた？あれかな、そのあああそこ、あのだからあれでしょ、あのなんだっけ、そのさっき言った、まあチャーリーにちゃちゃ入れられたけど、まあ一旦落ち着いて、あのアーサーが向こうで座ってじっとしていようって言った後のところ、あの後はもうアーサーとずっと二人でベンチに座ってました。でまあ最初はね、それこそお互いハグしてなんかまあいたりもしましたけども、でも基本的には最初の方はそんなにだったけど、まあ基本的にメアリーとマクラウドの会話聞いたりとか、エンディカット・シムスとマクラウドの会話聞いたりとかしてましたね。そうそう、アーサーと一緒に。質問あったらぜひしてください。私本当いつもいつも質問を求めちゃうからごめんね本当に。感想も大歓迎ですよ。人数も多いし役名も難しくて覚えるまで大変だったのでは？え、うん、めっちゃ大変でした。だ台本読んだ時、この人誰だっけ、あ、この方どなただったっけみたいな。だから毎回その時にもう一番最初の台本最初の方戻って、この名前あった、ああ刑事かみたいな、とか、ああ巡査かみたいな。そう、この人誰だっけみたいな、めっちゃ大変だった。
そう、朝がスーザンの髪撫でてるのがスーザン思いが届いてよかったねって思えた。あれね、いいですよね本当に。そう、ほんとね、今回に関してはもう私朝に助けられてばっかで、本当におんぶに抱っこ状態で、本当にねありがとうございます。本当にだっていうか、本当にそれこそもう私がまだスーザン全然出来上がってない時とかに、もうアーサー役の加藤野さん本当に素晴らしくて、でしなんかいろいろね、いっぱいお芝居の話とかもさせていただいたんですけど、もうすごい、もうアーサーがアーサーであったからスーザンを作り上げられたので、本当に今回マジでおんぶに抱っこ状態だったんですよ。本当申し訳ないなって思いながら、でも本当にマジで本当に本当に助けられました今回、はい、もう朝から来るもの、朝の行動をもう全部受けて返してっていうのを繰り返してスーザンを作ってったので、本当に今回は助けられました。そう、で本当にあのアーサー役の加藤野さんめっちゃ優しい方で、もうなんか私ちょっとお芝居であーって思ったこともなんかちゃんとお話聞いてくださって、アドバイスしてくださって、もう私はねまだまだお芝居経験浅いので、もういっぱいアドバイスいただいて本当に、とかそれこそ本当他の方とか、それこそプリチェット役のそばみさんも、あの気がついたことをいろいろアドバイスしてくださって、本当に今回はいろんな方に助けていただきました。お稽古の時のこぼれ話何かある？こぼれ話？後で言うね。加藤野さんのショールームではスーザンのこと褒めてくれてたよ。本当に嬉しい。こぼれ話何かあるかな？こぼれ話？こぼれ話か。でもなんだろう、私結構なんかいろんな方とちょっとずつお話できるようになったのがもう稽古終盤だったんですよ。っていうのも、まあ稽古に本格的に参加できるようになったのがもう稽古終盤だったっていうのもあるんですけど、もうね稽古参加できる時は本当自分のことで精一杯すぎて、あんまり他の方とお話できるってことがなかったのと、やっぱ人見知りだったから猫の皮をなんかめっちゃ分厚くかぶってて、猫の皮剥がれ始めたのも小屋入りしてからだったかな。本当にうん、ほんとそれこそやっぱ小屋入りして楽屋でみんなと一緒にいるだけで全然変わりますね。あんなギラギラ笑うなんて思わなかったもん。そう、ごめん稽古のこぼれ話あんまないかもしれないあれあれで、あこの話したっけ。でもこの話した、あでも決起会の話はしたもんな、この前なんかそれぐらい、決起会の話ぐらいしか思いつかないかもしれない。
そう。皆さんの声がめっちゃ良くて、いやそう本当にね、声いい人いっぱいですよね今回本当にいっぱいいらっしゃった。で私個人的には、個人的にはですよ、個人的に好きなのはあの新聞記者のジョーの雪村さんの声すごい好きなんですよね。なんかさ本当に吹き替えでさ、もうああいう声の方絶、吹き替えの、あのアメリカじゃない外国、外国の映画の吹き替えでもああいう声の方いるもんみたいな感じ。本当にいやー雪村さんの演技も好きだったな、好きだったな、好きですね本当に好き。ああ、ともえさん、そうだな、こぼれ話じゃないけど、ともえさんとは結構アニメの話で盛り上がったりとか、あとはなんかよく見る大食いの動画、なんか一緒の大食いの方の動画、あ、なんだ、まあ TikToker もやってるし YouTube もやってる方なんですけど、同じ人のを見てて、そう、その話で盛り上がったりとかしたかな、ともえさん。とかあのマリナさんはあの、はーなんではーってちょっとマリナさんはランマがすごくお好きで、ランマのシャツ着てる時があったりとか、ランマのお財布を、あのランマ2分の1ねのお財布持ってたので、そのことを話したりとか、あとボーボーも好きみたいで、ちょっとその話もしたりとかね、しましたね。うん、大食い動画見るの好きなの。早食いじゃないよ、大食い、あくまでも大食い、うん、好き。なんかたくさん食べてる人の動画とかついつい見ちゃうんですよね。あの早食い対決じゃないです、早食いはあんまり見ない、うん、あくまでも大食いの動画見るの大好きなの。そう、本当に今回いい声の方たくさんでしたね。もうそれぞれいい声じゃん、いい声って言ってもいろいろあるじゃない、なんか渋い声とか爽やかな声とかあるじゃん。もうそれぞれがそれぞれいい声なんですよ。しかもジャンルが違う、それがね良い、良いです、とても良いです。はい、シムス弁護士役の南翔太さんの声がフリーザに似てる感じしました。フリーザ？あ、そう。フリーザって、フリーザってあれ、あのフリーザだもんね。そっかそっか。いや私ね、シムス、エンディカットシムスのあの僕はね君がめっちゃ好きなんですけど、あのなんかエンディカットシムスに関してはあのオリョンさん、あのオリョンさんとずっと話してることがあって、そのエンディカットシムス役の南翔太さんってなんかツイッターでさ、シムスの名前をなんかいじっていろいろつけてれたんですよ。パンフレットシムスとか、身長同じぐらいシムスとかつけてたんですよ。である時にツイッターでパンフレットシムス弁護士ですみたいなやつがっていうツイートがあったんですよ。でそれを見てなんかそのツイートを元にしてオリョンさん
と私の間に生まれたのがパンフレットシムサナイ検察ですっていう、どれも微妙に違うシムスみたいな、なんかそれが2人の間で流行ったんですよね。2人の間でっていうか、主に私がパンフレットシムサナイ検察ですっていう、どれも微妙に違うみたいなっていうのに私が一方的にハマったっていう、これはこぼれ話なのか裏話なのかようわからんけどっていう話がありましたね。でも今回あんまエンディカットシムスと絡むとこなかったから、っていうかあれなんですよね、今回結構ね絡まなかった方が多いんですよ。それがね残念だって、女性陣と ほぼ絡んでないの。まあ女性キャスト私含めて6人いますけども、ちゃんと絡んだの1人だけなんですよ。でもう1人もう1人もう2人舞台上にはいるけど一切絡まんよねっていう方がいて、でも愛もしない方が3人、ちょっとあれ違う7人だ、私が入ってなかった、私カウントされてなかった、7人でした。そうです、いやもういい、私に抜けて6人いて、もうそのうちの1人としか絡んでない、しかも会話はしてないの。まあその接したのが万引き女、まああのあやさんなんですけど、まあ万引き女が一方的に喋ってくれるっていう、でもうスーザンそれにとかもうそんぐらいしかない、喋ってはないのよ、絡みはしたけど喋ってはないのよ。そんなこと今までなかったから、だって基本的にスーザンが絡むのってアーサーとプリチェットさんと、マクラウドとちょっとブロディみたいな感じなの。本当にそんなに限定されることってあんまない、ね、まあカラハンもちょっと喋りましたけど本当にちょっとな、そんなことってあんまなかったからさ、こんなに女性陣と関わらないのなかなかないよなって思って、でもだってその女性キャストの中で唯一女性同士が絡むのってその私と万引き女だけなんですよ。他の人も、もう後の人は絡みすらない、その場にいても絡みがない、なかなかないじゃないですか、そんなことって。絡みっていうか、まあセリフのやり取りはもうスーザンもなかったけどさ、そう、それってなかなかないような気がするんですよね。そう、今回女性陣絡んでない、もう私と万引き女以外は誰も絡まないね。それもちょっと面白いなって思って、でもほんとね女性楽屋は和やかでしたよ。男性楽屋はめちゃめちゃ笑い声いっぱい聞こえて、あのミセスファラガット役のナオさんは大人の幼稚園だねって言ってましたでも本当にすごい笑い声がたくさん聞こえて、男性楽屋からあすごい楽しそうって思いながら、そう女性楽屋で盛り上がってました。そう、なんか他に質問ありますか？あとなんか私一人で話せることあるかな？毎回振り返り配信ってこうなっちゃうんだよね。まあ何でもいいよ。出番のない時は楽屋に集まっておしゃべりしてた。まあおしゃべり、まあしてたっちゃしてたけど、あんまり夢中になるとマジとちるので、まあほどほどにですね。でも基本ほどほどにでした。ちなみに出番が来るまではもうずっとギリギリまで準備してたマジでギリギリまで準備してました。そう、え？って言っちゃった。待って、これ加藤野さんはご本人ですか？だとしたらお疲れ様でした。お疲れ様でしたじゃない、お疲れ様でございました。今回やっちゃったみたいなことあった？あんまなかったと思うんだけどね、私が思い出さないだけで。あるのかもしれない。いや
そこまではなかった気がする。準備って台本読むの？うん、あの髪の毛巻いて着替えてってやってたんだけど、結構割とギリギリまでやってて、そう、なんかあやばい、もう今日こそ私間に合わないかもしれないと思いながら髪の毛巻いてあやばい本当に今日やばいみたいなっていう時もありましたね。そうでも本当に、まあ、毎回そうなんですけど、今回はスーザン出てくるのが結構本当後の方だったの。本編始まってもう30分は出てこないから、スーザン、そう、なんかそれにかまけてね準備してましたで毎回やば、今日はちょっと間に合うか、ちょっとこう怖いなって思いながら頑張って髪の毛巻いてた。そう、今回さ、もうヘアメイク全部自分でだったから、そう、それは初めてだったんだよね。髪の毛も自分でっていうのが初めてだったからさ、そう、バタバタしてました、いつも。でもあんまやらかしはね、そんなになかった気がする。スーザン何歳ぐらいの設定だったんだろうか。あの、いろいろ調べたんだけど出てこなくって、だから自分でまあ23とか、まあ本当私と同じ年ぐらいの設定でやりました、私は。そうだと、今回はもうスーザンにちょっとでもなれるようにって思って香水をね毎公演つけてました。私普段あんま香水つけないんだけど、そう、自分が持ってる香水をね毎回つけてました。まあそれもアニメのキャラクターの香水なんですけど持ってるのがそれしかないんだもんだって。そうそうそう、そう、香水毎回つけてた。毎回。そう、ね、どっかにあるかな香水、ちょっと待って。あった、すぐ出てきました、さすが。今回つけたのがこのヘタリアのアイスランドの香水なんですけど、なんかそう、私持ってる香水がね、これと、まあ、あの鬼太郎の、あの鬼太郎誕生の香水と、もう一個別の香水だったんだけど、一番スーザンに合いそうな香水がこれだったんですよ。匂いがね、そう、匂い香りが一番合いそうだなって思ったのがこれ。一応なんかね、まあ、私楽屋で隣の席がオリオンさんだったから、オリオンさんにこれと、あとこれ、こっちだね、候補2つあって、これとこれだったんだけど、これとこれどっちだと思いますかって匂い嗅いでもらって、あー全然香水減ってなくないあ、こっちだねってなってこっちにした。あのさ、こうやって並べたんだけどさ、全然香水あんま、これ買ったのね先月とかなんだけど、こっちはね買ったのだいぶ前なんだけどね。そう、毎回香水つけてました。はい、まあ、ちょっと意識しようと思って。そうそう、これどんな香りなんだろう、ちょっと調べるね。な、結構爽やか系な香りなんですよ。ただね、ちょっとこういう香りなんだってね、あの説明するのが難しいから、こういう時こそオンラインショップのあれを見る。あった、アクアフルーティーノートって書いてるんだけど、最初にほのかに甘酸っぱいペアの香りがするんだって。で徐々に
湯気の繊細な気配が透明感をたたえて高く高く香り立ちって書いてある。そういう感じです。アクアフルーティーノートって書いてる。まあ、さ結構爽やかめな香りです。そう、まあ、柑橘系ではないかな。ほんとなんかあのなんて言うんだろう、あごめん待ってちょっと待ってごめん、アクアフローラルノートだと待ってフルーティーって言わんちゃってた。アクアフルーティーってなんて、フローラル、アクアフローラルノートです、ごめんなさい待ってあ待って、涼しげなミントに重なってホワイトローズがどこまでも白さを際立たせるって書いてるか。あ違う待って、違う、あごめん、あやっぱ合ってた、アクアフルーティーノートで合ってた、ごめんなさい、あのね私が知らない間にページが変わってた。よかった合ってた。さすがにアクアフローラルノートとアクアフルーティーノート間違えるのはちょっと恥ずかしいからよかった、アクアフルーティーノートでした。やっぱそうでした、アクアフルーティーノートでした。熱っていう香水をつけてました。これを毎回つけてた。うん、こんばんは。何の話してたっけ、香水の前忘れちゃったね。何の話だったっけ、ね、とりあえず香水をつけたよって。なんかそう、こっちのこれイブっていうゲームのギャリーの香りなんだけど、こっちはね結構大人っぽい香りだったからちょっとスーザンじゃないなって思って、そうこっちにした。だってあともう一個持ってる鬼太郎誕生のやつに関してはもうあれはなんかもう結構もうスーザンのイメージじゃ全然なかったからね、そうこれにした。僕も最近柑橘系の香水をいただいたのでたまにつけてます。あそうなんだ、あんま男性でさ香水を使われる、まああんまそういう話をしないからなんですけど、どうやって使うんだろう、普通につけるのかな、それともなんか私あなるほどって思った使い方、なんかまあ小学生とかでまだちょっと香水つけるのちょっと早いかもとか思う子はなんかハンカチにシュッてやるのでもいいよみたいなっていう話をどっかで聞いて、あその使い方めっちゃいいやんって思った時あったんですけど、あそうなんだ、普通につけてるんだ、いいね。でも私も最近香水にねちょっと気になり始めて、言うてさアニメ系のしか買わないんだけど、基本的には買わないんだけど、結構アニメのキャラクターでも香水のグッズ出ること多いからさ、だいぶ気になってる、そうです。なんか質問とかあるかな。チーズケーキ食べました、食べた、あの今回その協賛で入ってくださってたところで作られてるテリーヌチーズケーキだったかな、食べました、あの食べさせていただきました。あの結構なんかチーズケーキってさ、まあいろいろ種類あると思うけど、なんかまあスポンジのふわふわなチーズケーキもあるじゃないですか、ああいう感じのなのかなって思って食べたら結構もう本当にあの6ピースあるチーズあるじゃないですか、丸で売ってるようなあんな食感だったの、本当にチーズみたいな食感で結構チーズ味が強くて、まあ、甘さは個人的にはちょっと控えめだなって思ったんだけど、すごく美味しかった。そう結構チーズを楽しむケーキっていう感じだった。そうテリありがとうみんな、テリーヌバスクチーズケーキ、そう
なんかちょっとほんのりチーズの味するけど甘い美味しいケーキというよりかはもうチーズを楽しむケーキですっていう感じだったから結構それがね個人的にはあの見た目からはあんまりそういう感じしなかったから、なんか本当に結構でも食感が割と個人的に驚きだったかも。結構とろける感じでふわふわっていうかはとろっというちょっと重量ある感じのね食感で美味しかったです。うん、こんばんは。甘酸っぱいではないですね。そうそう美味しかったよ。そう多分ねルンバニアは私が食べたらルンカツしたがるから絶対に買うだろうなって思ったそうありがとう、みんなありがとう。六本木でどこか行った？どこも行ってない。どこも行ってない嘘です。ファミリーマートと松木雄は行ったけど多分そういうことじゃないんですよねきっとそういうことじゃない、分かってる。でもあそこ行ったけど、あの本当に劇場の目の前にある居酒屋さんには行ったけどご飯はほとんど食べてない。ちょっとお茶飲んだぐらいですね。だからほぼ行ってないに等しいです。そう、まあ基本的にね私あのなんて言うんでしょうか、あのお店に行ったりするとあの自分のお腹の空き具合に関係なく結構体の限界が来るまで食べてしまうので、本番中はご飯行くの控えようって思って。そうそう本当はあのマリナさんとかオリオンさんとかが韓国料理屋さん行ってて本当は私も行きたかったけどちょっと控えた。本番中はちょっと控えた。うん、なんか次の日休みとかだったらね全然いいんだけど、そうじゃないと私本当に、うん、外食したら結構次の日ダメージくるからちょっと控えましたね。スーさん我慢しました。めっちゃ行きたかったけど超美味しそうだったもん。チヂミ食べたかった、食べたかった。チヂミサムギョプサルも食べたかったよ。でもちょっと我慢した今回、だから行ってないです。もう唯一行ったのはファミマとマツキヨぐらい。はい、マッコリも好き。お酒飲まんのんや。マッコリってお酒あんな、違うっけ。お酒飲まないんですよ、だから飲まない。好きではないけど飲んだことがないからわからない。はい、そうファミマ劇場の近くの横断歩道渡ったところ、あのサラダチキンがファミマの最近ファミマのサラダチキン好きで、そうだからちょっとお肉食べたいっていうかタンパク取りたいなっていう時にファミマ行って買いました。そう結構いろんな味あるんですよね。あそうキンパも食べたみたいで、キンパ食べたことないんですよ。だから絶対好きなんですよ私キンパ、だって巻き寿司が好きなんだもん、だから絶対キンパ好きだと思うの。食べてみたいんだよね、韓国料理屋さんマジで行きたいっていう感じですね。だから六本木ではねどこも行ってないですね。なんか六本ザ六本木ですみたいな、六本木のお店ですみたいなとこ行ってない。六本木のお店ですって言ったら変だけど、
そうそうそう。ね、ちょっと食べ物の話一回置こうよ。探偵物語の裏話したいんだけどまあ私が食べ物の話してたからだ。そう、女子テッカー買って帰りました。あ、ありがとうございます。私も今挟んでんの。そう、今回あの探偵物語のグッズで、あのジョイステッカーっていうものを発売させていただきました。っていうのもさ、あのほら劇中で、あのすっごい風強い劇中で、そのアーサーの左腕にハートにジョイっていう入れ墨があるじゃないですか。まあそれを元になんかステッカーがあったらいいですよねみたいな感じでできたのがジョイステッカーで、今回はまあアーサー役の加藤野さんと、でも最初それだけのはずだったんですけど、たまたま通りがかった私もなんか作ってみますかみたいな感じになって、あとりあえずじゃジョイって書いてって言ったら、それが本当にステッカーになりました。でもだってさ、私がオタクだったら絶対欲しいもん、そういうの本編のなんか本編に出てきたやつ絶対欲しくなっちゃうから。そうだからね、デザインちょっとだけさせていただきました。私はそれをスマホに挟んであります。一回見ただけじゃ分からなかったけど、なんで探偵物語なの？探偵物語ってもともとディテクティブストーリーっていうさ名前なんですけど、ディテクティブってまあ探偵って意味だけど、ディテクティブって刑事って意味があるんですよ。だから本当は刑事物語なんだけど、最初に訳されたのがディテクティブ探偵で、探偵物語だから探偵物語です。アーサーのジョイ入れ墨を知った時のスーザンのハッとしてるリアクションが可愛かったです。ありがとうございます。でもさ、最初やっぱ入れ墨あるって聞いてちょっとえってなるけど、しかもそれがハートにジョイって言ったらえってなるよ。そりゃなるよ、そりゃなるでしょうよ。でもだからそこはね、やっぱそこのリアクション大事だよ、うん、ありがとうございます。でもあれいつの時だったっけな、本番ではなかったから稽古の時だったのかな。忘れちゃったんだけど、本番ではなかったと思うんだけどね。でも本番じゃなかったらあんま書くことないよね。なんだあれかな、衣装好きの時なのかな。あの普通に通しててチラッとアーサーの左腕が目に入ることあったんだけど、その時に袖から微妙に入れ墨が見えた瞬間、あってなったこれが噂の入れ墨かみたいな、なんか一瞬はってなったよね。しかもそれもあれなんですよ、もう結構終盤の時にちょ、それがね一瞬ハッとなりましたね。でも本番では見えること一切なかったです。ほんとたまたまチラッと目に入った時に、袖から微妙に J の上部分と Y の上部分が一瞬見えてハッってなったことがあった。
そう終盤なんですよそれが見えたのが、しかも終盤なのがちょっとねあれだよね。でも全然本番の時はねそんなことはなかったです。だから多分衣装好き同士の時だったと思うんだけど、衣装好きの時って入れ墨のやつ書いてたのかな。そう、あの入れ墨って日替わりじゃない、毎日デザインが違うんですよ。あのタミー・ジャコベッティ役の中条さんが書いてくださってて、そういつもね、あ今日の女医はそれなんですねってなってました。あそう、毎日全然デザイン違う。まあ落ちるから油性ペンなんじゃないんですかね、多分油性ペンだと思う。まあ水性では、あそういう問題ではない、あペンですね、ペンです。水性か油性かじゃないよね、ペンではあるはず。ルンバも書いて欲しかった？いや別にそんなことないですあれあれまあスーザン別に入れ墨ないんで、はい、それは大丈夫。21文書の階段も降りにくくなかった？あーまあこけないようにしなきゃマジで危ないからね。私ほんとなんもないとこでこける人間だから、こけはしないか、つまずく人間だから、まあちょっとだけ降りづらくはあったけど、でもそこまでそんなにだったかな。うん、まあ駆け降りることはあったけど、それ以外はまあまああそこの階段下ることなかったんですけど、まあ、駆け降りる時ぐらいがちょっとヒヤヒヤしたかな。でもそれ以外はそんなに急いで降りることなかったから、ゆっくり降りましたね。はい、アーサーがジョイを諦めた話をした時のルンちゃんの笑顔が可愛らしくてよかった。ルンちゃんの笑顔じゃないです、あれはスーさんの笑顔そういう問題じゃないんだけど、あのあそうですか、ありがとうございますなのか分かんないけど、いやでもあそこの本当にも私の中でめっちゃ難しかったんですよ。なんか唐突に元気じゃないあれみたいな、なんかね、そうだってさ、あそこまでさな、結構いろいろ話してて、結構気持ち的にはまあ、ちょっと暗くはあるけどもっていうところで、あの本当にっていうセリフが結構苦戦しました。私は難しかった、なんか急に元気じゃない、うんってなる時あったから、それだけね、あれも難しかった、あのセリフも。舞台セットがしっかりしてたけど、お気に入りのセットとかあった？あそうだな、お気に入りのセットはいっぱいあるんだけど、そうだな、お
気に入りのセットは、あ、ちょっと今めっちゃ考えてる。お気に入りのセット、お気に入りのセットか、今すっごい考えてます。お気に入りのセット、モノガン主任警部のお部屋の上の方に21って書いてあるのが結構好きです、私は。そう、うん、初見さんこんばんは。そうですね、まあでもなんかやっぱ照明、舞台セットも素敵だけど、なんか照明も込みで好きだったなあれ。そう、なんか結構客席から、あのバータリの時客席から見てたら、結構なんか普段の舞台ってなんかまあ白光りうわーみたいな感じのが、なんか説明の仕方ちょっと下手なんだけどさ、わかる言いたいこと。ああれだ、あそこまでなんかすごい温かみがあって、ちょっとなんかいつもの舞台とかに比べたらちょっと薄暗さもあるような、あの暖色め、暖色感強めの照明も込みですごい好きですね。そう、でも意外と立ってる側からすると、なんかあ、なんかいつもより暗いなとか思わないんですよ。ただやっぱ場当たりの時に客席から見たら結構暗めなんだなって思いましたね。そうそうそう、意外とね、あれステージ上だとね、全然ね、あ、暗いなとか思わないんですよ。そうそうそう、あれが結構不思議だった。探偵物語の舞台照明が暗く見えました。そうそうそう、あの私も今まで見てきた舞台の照明に比べたら、まあ暗いってよりかは暖色味が強かったですね。でもほんと立ってる側からすると意外とね、なんかあ、なんか暗いなとか全然思わないんですよね。そうそう、そういえばあのなんか舞台セットで思い出したんだけど、あの一番さ、こっちの方にさ机あるじゃないですか、あのタイプライターが置いてある机あるじゃないですか。あそこにあれ新聞だったのかな、新聞にクロスワードが置いてあって、なんかそれを一回ね頑張ってやってみようみたいな感じで、アーサーと見てたんですよ、こうやってクロスワード。ただ英語もわからんし、クロスワードもようわからんから、結局解けなかったよねっていうことがありました。何もわからんってなって、そう、結局解けんかった。うん、っていう話っていうのを思い出しましたね。
あと何かあるかな、話せること。絶対あるはずなんだけどね。俳優座劇場ってどうでした？でも本当に素敵な劇場でした。うん、でも結構やっぱ舞台割と広いなって思いましたね。個人的な話ですけど、個人的には結構広いなって思って、結構客席も後ろの方でも割と見やすかったんじゃないんですかね。ちょっと私あのバータリの時に一番後ろでは見てなかったんだけど、でも一番前だとめっちゃ目合うみたいなところとかも多分あったと思うけどね。そう、衣装も素敵でした。あ、そう、実はですね、衣装の話で、今回靴って自分で用意したんですけども、あの靴って私が大昔じゃないな、あの高校生ぐらいの時に買った靴だったんですよ。今回舞台のその衣装で使わせていただいた靴は。そう、っていうのもなんかまあ全然ね、靴がちょっと良さげなのなかったらもう衣装さんにちょっとお願いしてっていう感じでやってたんだけど、あの稽古でその今その本番で使ってた靴を履いてたんだけど、それが結構いい感じだったから衣装にも合うねってなって、たまたまその使わせていただいたんですよ。ちょっと待ってね、ちょっと持ってく、その靴持ってきます。これだ、これですね。ちょっとこれね、あの耐震テープ貼ってるんですよ。なんかヒールあるやつにあの耐震テープ貼ったらめっちゃいいみたいなっていうのを見たから、そう。このちょっとここねにバラの柄が入ってて、で、あの衣装のワンピースもバラの柄が入ってたのでちょうどいいっていうことにもなりまして、こちらを使わせていただいたんです。でもね、これあの全然普段履きしないんですよ。だからね、結構綺麗なんですけど、そうだ、普段私ヒール履かんからさ、もうスニーカーしか履かんから。そう、え、めっちゃ可愛くないですか。これアクシーズファームの靴なんですけども、なんか高校生ぐらいの時に買った靴がまさかここで生きる時が来るとはって思いましたね。そう、え、このねやっぱバラがお気に入りですね。あとその衣装のワンピースとマッチしてて、バラが、そう、もう履かない、ヒールなんて履かないんだもん、歩きづらいからね、やっぱり。そう、もう歩きづらいから基本的に歩きやすいスニーカーしか私は履きませんね。そうだから、なんかここに来てなんか生きる時が来るとはって本当に思いました。そう、ちょっと袋に戻すね。本当衣装もねめっちゃ素敵だったよね。あれ古着屋さんで見つけて来てくださったみたいです。よいしょ。
とはあるかな。でもその古着屋さんがたまたま私も行ったことのある古着屋さんで、あそこの可愛いですよねってお話ししました。そう、私服ブロマイドの私服もめっちゃ良かったけど、そうあれね、あれもあの上はもともと持ってたアクシーズの服で、下はスパンコールのミニスカは古着屋さんで見つけたものです。そうあれもお気に入りなの。まだ私服として着たこと一回もないんだけど、そうなかなか、そうなかなかね、あのこれからの季節だと思ったから、スパンコールは夏とかに履きたいなって思ってたんだけど、ちょっとなんか衣装じゃなくてあの私服ショットが欲しい、私服ショットも撮りますみたいなのを伺った時に、おおじゃあ俺持っていこうって思いましたね。そうスーザンの衣装めっちゃ可愛かった。わー本当に私もあれお気に入りです。つけまつり珍しいけどつけてみた感じどうだった。今回はねそのなんかスーザンのまつりは上向きパッチリってよりかは、まあ、こっち側にスンっていう感じだったんで、そのそれをイメージしてつけまつり選んで、でもめっちゃ良かった。なんかこれからさ、なんかしかも今回つけたつけまつりが結構自然だったのもあって、なんか日常でもつけまつりつけたくなっちゃったなって思うぐらいにはね良かったです。というかまあ今回その使ったシリーズのが良かったから、なんかまたね自分でつけまつり用意するときあったら、なんかそこのメーカーのメーカーにお世話になりたいなって思いましたね。そう、大丈夫かな、私探偵物語の中身の話ちゃんとできてるかな、心配になってきた。振り返りがあまりにも下手だから大丈夫かな、心配ですとっても心配。なんかほんとね、いっぱい質問してくれると私が個人的に嬉しいです。今回の役柄で学んだというか成長したなってことあります？え？成長したなって思うことはなんかあんまりは自分ではないんだけど、でも今回の役柄でここに挑戦したなってちょっと思うのは、どうしてもなんかあまりにもその声の圧でパーってやって、まあ怒鳴るじゃんに近いけど、まあ大きな声を出そうって思うと、まあ私どっちかというとそっちタイプになっちゃうから、なんかあまりそういう感じではなくて、まあちゃんと響くんだけどちゃんと声も聞こえるって、なんか包み込むように喋りたいなって思って、それができるためにはどうすればいいんだろうって挑戦したっていうのはあります。それが成長、実際成長したのかどうかっていうところでは
ちょっとわからないんですけども、あ、でも一個だけあるかも。なんかこのシーンの表情がすごく色っぽかったっていう感想をいただきまして、私色っぽいって言われたのが人生で初めてだったので、そこはもしかしたら一個成長なのかもしれないです。でも実際私どんな顔してたのか私もわからん私もわからん。そう、充電が 20% になったから一瞬止まった。充電しますね。でもあと今回あれかな、結構まあスーザンはそこまですごい多いわけじゃなかったけど、自分が一切喋らなくて、で物語の展開的にも自分ではないとこで行われてる時のお芝居というか、その間の過ごし方っていうのが結構、まあ、ちょっとスーザンの中でもちょっと2箇所ぐらいあって、そういうシーンが、なんかそういう時もさ、なんかでもその時もアーサーが一緒にいたからね、特になんかすごいもうめっちゃ苦戦したんですよみたいなことではなかったんだけども、なんかそれはまた一個新しいことだったなって思う。これまでもずっと出ててさ、喋んないこととかもあったけど、自分が全然関わることだったから、あのもう相手の言うこと相手のやることを見て反応すればいいだけなんだけど、まあ、その本当に自分と違うとこで展開されてる時の言い方っていうのも一個課題だったで、課題だったで課題でしたね今回は。そう、でもそのさっき言ったそのそこの表情が良かったみたいなやつはお客様からは一切見えないんですよ、残念なことに。そうそう、一切見えないから本当に私もどんな顔したか分かんないし、マジでねどんな顔してたんだろうね私、そう気になります。私もブロディ役の江古田島さん、優しそうな演技でしたがどうでした、どうでした。平八さんですね。私でも本当に平八さんは、まあ、今回ブロディって、まあ、探偵物語の作品の中でも結構キーパーソンなので、なんかまあ演出の雄大さんにもたくさんいろいろ言われていたんですけども、本当にお芝居に対する姿勢が本当に素敵で、私もそれに元気じゃなくて力をもらって、ま、元気でもいいんだけど力をもらってました。すごく、ああ私も頑張ろうって、お互い頑張りましょうって心の中で思った。そう、本当に素晴らしい方です。そう、みんなメンタル強いって言ってたけど本当にその通りだと思う。なんかブロディとアーサーで、まあ、台本にセリフなくて、あのお話の展開自体も全く2人とは全く別のとこで行われてる間のお芝居の話とかも聞いたんですよお二人に。なんかでもそういうとこでもなんかブロディのさ優しさみたいなのがすごくあって、めっちゃねうわーいいなーって思いました。そうそう、
あと何かあるかしら。いやちょっとコメントみんな書いてください。私一瞬30秒ぐらい画面から消えるけどすぐ戻ってくるからね。ただいま戻ってきました。新旧のマクラウド刑事とのスリーショット良かったよ。そういやあれね、なんか、まあ、今回、まあ、いろんな方とお写真撮らせていただいたんですけど、最初マクラウドとメアリーもいいなって思ったんだけど、いや新旧マクラウドで撮るのめっちゃいいじゃんってなって撮らせていただきました。はい。アーサーとの恋バナはないんですか？恋バナ？え？何話せばいい？何話せばいい？恋バナって言われても難しいの。何話せばいいんだろう。こんな詳しくあります？うん、こんばんは、初見さんありがとうございます。あーなるほど。あでもそうですね、個人的にはやっぱりまあハグした後とかにまあ一旦離れるじゃないですか。でもそういう時に髪を直してくれるのはすごくわいいなって思いましたね。そう、うん、まあ、それもさセリフのないお芝居なんですけど、もうお話の展開自体は違うとこでされてるからそうなんですけど、そうやっぱああいうところね、なんかそのアーサーがすごくスーザンのこと大事にしてるんだなっていうのがめちゃめちゃなんかわかるシーンじゃないですか。そうとかなんかチャーリーが来るから移動した時もアーサーが指紋台の椅子に座らせてくれたんですけど、その時には怖い思いいっぱいさせてごめんねとかね言ってくれるんですよ。あすごくスーザン大事にされてんなっていうのがめっちゃわかります。あれは本当にそう。アーサーめっちゃ話しかけてくれるんだけど、私一個気づいたのがさ、私そういうお芝居になってたのに一言も喋んねえなって思って、あれって思って一言も喋ってない私と思って、え別になんか絶対喋んなくちゃいけないわけじゃないけど、うんってうなずくぐらいしかしてない。そうってなんか本番中に一瞬あれそういえばここら辺一言も喋んないなって思って、別にね、そうアドリブです、アドリブ
いやもちろん返すんですよ、言葉以外で言葉以外で返してました。私はずっと、言葉以外で私は返してた。私じゃない、スーザンは。なんか別になんか喋っちゃいけないわけでも全くないんだけど、喋んなかったんだよね私。そう、目で語ってた。いいこと言います、目で語ってましたはい、目で語っておりました。はい、それぐらいおんぶに抱っこでした、はい、そうですね。すんごい風が強い。すっごい風が強い。でもね、やっぱまあ最後の本当終盤の方のシーンとかは、まあ、本当に。あ、自分大切にされてるなっていうのがすごく分かりましたね。特にそう、でもあれだな、なんかスーザンずっとやってて、なんかふとした時にあのアーサーがスーザンにさ、僕はあのスーザン、僕はきっとこの償いはするよっていうところがさ、償いとかなんかもうそんなこと全然言わなくていい、そんなこと言わないでって思うし、すごいそんなこと気にしないでってめっちゃ思ったんですよね。そう、僕はきっとこの償いはするよって、君にこの償いはするよって言ってくれるシーンがあるんだけど、なんかもう全然ね、そんなこと思わなくていいんだよって思いました。そうだってスーザンはもうアーサーを助けたいためにやってたから、そうっていうのをねすごい思いました。そう、
あれだな、私あの万引き女推しって言ってるんだけど、もちろんその万引き女がすごく魅力的なキャラクターで、あの綾さんのお芝居も本当に素敵だからっていうのもあるんだけど、実はね私今まで誰にも言ってないもう一個理由があって、っていうのもあのさ、そのアーサーが指紋台のとこ連れて行かれて、なんか指紋をこうやってやるじゃないですか。その時にこうやってて全然見えないけど、その時に万引き女が別に痛くないのよあれって言って、こうやって指転がすだけなのっていうのを言って、なんかだから大丈夫よって言ってくれて、あこの人優しいって思って、あ好きってなっちゃいましたね。だから推しっていうのもちょっとだけある。そう実はそう、そう、あすごいこの人優しい、だけどなんで知ってるんだろうみたいなぐらいは思ったけど、そう本当に。でもスーザンはね、彼女が万引きをしたことは一切知らないから、そうそう。そうあれでコロッと言っちゃいましたね。そうパンフレットの対談した日もそこの稽古やったんですけど、そこのシーンの万引き女の話ばっかりしてたのはちょっとそれもあるそうです。でも個人的に映画でさ、万引き女がスーザンに結婚の話をするんですよ。なんかそこのシーンが結構好きなんですよね。だからちょっと映画まだ見たことないやっていう方はぜひ、私は DVD 買ってみました。そうなんかあのね、配信サイトとかサブスクだっけっていうのかな、とかで見れたらいいなと思ったけど、ちょっと見当たらなくて DVD 買ってみました。そうね、なんか配信ねあったらよかったんだけどね。だから私はもうネットで買いました。なんかその映画で個人的に好きなのは、あの21文書の、まあ、仕事場みたいなの入るとこに、なんかあのなんて言えばいいんだろう、あのベビーベッドのドアみたいなやつがあるんですよ。それかあのペット用のドアみたいな、結構もう下、本当もう膝よりちょっと上ぐらいのとこにあるあのドアがあるんだけど、まあドアノブとかないやつ、まあパって開いたら、まあ別にそんな開かなくても足でちょっとやったらもう開くぐらいのやつなんだけど、なんかああいうドアってさ、開いたらガチャンって閉まらずに、もう内側に開いたらまた外に開いてプラン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 みたいな感じで、まあ最終的に収まるんだけど、でまあ外に開いて内側に来た時に、あのその場その近くにいた警察官が足でちょっとその動き止めるっていう
のが結構好きなんですよ。それが結構ね何回も出てくるから、ちょっと映画の中でそこがね好き。そう、あとあるかな、なんか全然話せてないこととかいっぱいありそうな気がするんだけど、でもいっぱい話してない気もするね。どっちどっち、映画だと吸い殻を床にみんな捨ててるんだよね。舞台では灰皿使ってました。そう、灰皿もねおしゃれだったんだよね。個人的にちょっと灰皿も好き。自分はピストルの音でビビりましたね。私あのなんか音響以外でちゃんとピストルの音を出すやつ初めてだったので、わ意外と音でかいんだなって思いましたね。そうそう、そう意外とでかいなって思って、音流れ玉がアーサーに当たりそうだった。いやそう、あのさあれさ、スーザンかばわれてるから、あのチャーリーが、まあ、マクラウドに、まあ、向けてるじゃないけどさっていうのは全然分かったんだけど、マクラウドがちゃんとどこの立ち位置にいてチャーリーがどこに向けてんのかっていうのがあんまり分かんなかったんですよ。アーサーが変わってくれてるからあんまり見えなかったんだけど、一回、まあ、立て返しじゃないけど、なんかその時にもうあのチャーリーとあのマクラウドだけでいいですよというかね、こうやって見た時にえめっちゃこっち向いてるって思ってびっくりしましたね。確かにこれ流れ玉当たりそうって思いながら、でもあのチャーリー取り押さえられた後にアーサー大丈夫どこも怪我してないとか言ってくれたから、まあ、私は大丈夫だけどみたいな感じになってましたね。そうそう、ジョン前のピストルよりも音が大きかった。あでもあれはね別に実際ピストルから音出てるわけじゃないので、まあ、あれは音響さんがかぶせてパーンってやってくれてるだけなんで、そうそうそう、そうなんです。ちゃんとあの見た時にえめっちゃこっち向いてるって思いましたねそうスーザン分かんないからね。そうそう、あとそうだ、これキャストさんにも話してない一個あれなんだけど、あのまあさっき言ったじゃないですか、万引き女と唯一関わったって。
で、まあ、あのセリフ以外でもなんか万引き女と同じソファに座ってた時に万引き女が話しかけてくるんですよ。あそこの2人もう怖い顔してるでしょ、もう凶悪な顔してるでしょみたいな、なんかこういうこといろいろやってきたのよ、気をつけてねみたいな感じで言ってくれるんですけど、一回本番中にあのもうチャーリーが暴れてもうどうせ監獄の中入れられるぐらいだったら 5,6 匹片付けないと気が済まないよみたいなこと言うときに、もう走馬灯みたいに万引き女が気をつけてねって言ってる顔が泳ぎったことがあってあのお姉さんの言う通りだみたいな、あーどうしようってなったときが一瞬ありましたね。マジで走馬灯みたいに泳ぎった万引き女の顔が、そうっていうことがありましたね。そうっていう話を絶対キャストさんにしようと思ったのに誰にもしないまま回っちゃったよ。そう、一回そういうことがありました。まあ結構ね、あの本番によってね話すこと全然違うんだけど、なんか絶対なんとかやってるわよみたいな、絶対何々やってるわよみたいな感じのとかも言うことあったんだけど、気をつけてねって言われた時に気をつけてね気をつけてね気をつけてねみたいな感じで万引き女の顔が思い浮かんで走馬灯みたいにっていうことがありました。そう、だからそのあやさんに言おうと思ったんですよ、今日万引き女の顔が思い浮かんだんですよって言おうと思ったのに言わないまま終わっちゃった。そう、はい、あやさん大好きです。あやさんが千秋楽に時にあやさんからいただいたあのストラップは今ねスマホにつけてます。でも初めてさスマホケースにストラップつけたからちょっと慣れない。もう本当に今回素敵な役者さんばかりだったので、でもあんまりそのセリフを交わして、セリフを投げかけ合って、セリフをまあ言葉を交わすお芝居がちょっとできなかったのがちょっとまあ悔しいというかちょっと残念というかっていうところがあるから、またご一緒できたらいいなって思います。本当にそんな感じですかね。そう、じゃあ今日はここら辺で終わりにしようかなと思います。まあでも本当に見に来てくださった方、応援してくださった方、本当にありがとうございましたありがとうございましたって手を打っちゃった。はい、でも本当に今回本当に素敵な座組でしたし、素敵な劇場で素敵な作品をさせていただけて本当に嬉しかったです。たくさんの挑戦の日々でした。いや5月ちゃんと終わんのかなって思ったけど本当に終わっちゃった。5月2本だったからさ舞台、それが人生で1ヶ月2本が初めてだったから、あのちゃんと5月生きて過ごせるのだろうかって思ったけど、いや終わっちゃったなっていう寂しさがすごいです。というわけでじゃあ最後にねランキングを読んで終わりますね。13位から13位アルレッキーノさん、12位飯田博之さん、11位ダブル流星さん、10位ディスクさん、9位モノサルさん、8位田所さん、7位ロミツさん、6位アーキーさん、5位マモさん、4位カラスのカンコさん、3位夏目さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、じゃあ今日もね見てくださってありがとうございました。あ、待って待って、最後に1個
匂わせして終わらせようと思ったんだ。あぶね。はい、ということで匂わせなんですけど、皆さん来週の土日夜、まあ実際は土曜日か日曜日のどっちかの夜になると思うんだけど、来週の土日あたりでトークポートを予定しております。そうなので、トークポート予定しておりますって言っていいのか分かんないんだけど、予定しております。なので、あのぜひ舞台の感想を直接聞きたいので、もしよかったら土日の夜、まあ実際はどっちかになると思うけど、来週の土日、まああの8、9どっちかになるんだけど、夜開けておいてくれると嬉しいです。それじゃあまた次の配信でお会いしましょう。詳細はね、また後日発表されるので、じゃあまたね、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。